福井先生と一緒に進行させていただきたいと思っていますが、よろしくお願いします。はい、今日はですね、大西克也高知県黒潮町長においでいただきました。町長ありがとうございます。お忙しいところお招きいただきましてありがとうございます。はい、黒潮町というのはですね、南海トラフの津波高がなんと34メートルと予想されていて、防災対策、避難対策が急がれる中、それを逆手にとって地域再生を図って頑張っていらっしゃるということで、今日はお忙しい中、町長自らですねご出演いただいて、高知県の黒潮町の取り組みをご紹介いただきたいというふうに思っています。はい、はい、それではまず町長、はい、スライドでご紹介いただきたいと思います。はい、本日は黒潮町いろいろやってるんですけれども、大きく申し上げました2つの取り組みのご紹介をさせていただきます。1つはですね、中山間地域における小さな拠点作り、それから2つ目は雇用創出のための新産業創造の取り組み、もう今まさに国が行われている地方創生の要の2つの施策ではないかと思っています。町長すいません、四国、失礼しました、何県、はい、高知県と、それを、はい、まず四国がございまして、四国の南側、高知県、そして徳島県、香川県、愛媛県、高知県の中でも高知市から西へ約100キロ行ったところに黒潮町がございます。まあ、田舎中の田舎でございます。はい、日本の地方の小規模自治体の代表例みたいなところです。はい、そしてその拡大図がこちら、これが黒潮町全図ですけれども、はい、その中に北郷地域っていうところがございます。これは大井川本体に大屋敷っていう3集落でこの北郷地域っていうのが構成されていて、その地域にモデル的に小さな拠点を今作って、取り組みを行っているところです。移住したくなる人もいるけれども、おじいちゃんおばあちゃんも私たちはいいから、もう避難するのも拒否すると、うん、つまり絶望しか生まれてなかったんですね。うん、その状態、絶望しかないっていう状態からですね、うんうん、まあ、この町長単なる酒飲みなんですよなんだけれども、もう本当に毎日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 毎晩毎晩毎晩ずっと地域回って、うん、避難拒否民を根絶した。なるほど。やっぱり一緒に避難しようじゃないかと、うん、やっぱり生きる義務があるんだと、うん、いうことをずっと徹底したんですね。まあ、これだけでも偉いだけれども、うんうん、その防災減災の活動を逆手にとって、先ほどね動画にありました缶詰工場ですよ。マリーとかあんまりとか聞いていただける、マリーマリーとかマリーマリーとかマリーマリーとかシングルか聞いていただける。じゃあどちらでしょうか。はい、ここでなんかこういう何か、はい、募集しますか。そういうこと。例えば伴侶絶賛募集中です。ああ、町長。ね。全国から。シングルでいらっしゃるから、ね、もしかしたらね。もうこれだけですか、目的は、うん、今日の目的。この素晴らしい取り組み紹介した上に募集ですね。でも全国からもしかして殺到したら。いや殺到します。もうね、まだまだですね。